服着ないと、あの動画のカテゴリーをですね、ハウツーとか自己啓発みたいなのにしても勝手にアダルトコンテンツに勝手に変えられちゃうんで、ちょっとということで、体重が63から73まで増やすことに成功しました。ちょうどこのガリマッチョチャンネルを始めたのが1年前なので、1年で10キロ増量したことになります。もともとはテニスのジョコビッチ選手の体は78キロっていう体重を目指してたんですけど、マイナス5キロのラインまで近づきましたけど、ちょっと1年では到達できなかったっていうことになります。ただし何しても太れなかったはずの自分が10キロ1年で増やせたっていうのは、こう今ですね、何しても太れないと思ってる方のこう助けになる情報を自分は持ってると思うんで、それを今日お伝えできたらなと思ってます。もともとガリガリの人が体重を増やしたい場合、道は1個しかないです。それはウェイトトレーニング。ウェイトトレーニングをすることで筋肉をつけて増量していくっていう方法です。ジャンクフードを食べて脂肪をつけれる人はそれでいいと思うんですよ。マックとか食べて もう僕もそうなんですけど、お腹壊すだけで全然太れないし、そもそもいっぱい食べるとお腹壊すような人はこのウェイトトレーニングがまず一番有効なんですね。ウェイトトレーニングをするとお腹が減るんでいっぱい食べれるんですよ。でいっぱい食べれるから太れるようになってくる。体がこう食料を求めるようになるっていうか、体質が変わっていくんですよ。もっと食べてくれっていう、どんどん変わっていくので、その結果ですね、食べるんで筋肉がついて体重が増えていくっていう、こういい循環になるんですよ、ウェイトトレーニングっていうのは。私がウェイトトレーニングをこれから初めてよっしゃ増量してやるっていう方におすすめしたい指標ですね。今回はあの栄養については前々回の動画で PFC バランスについて解説してるんで、栄養の考え方についてはそっちを見ていただければと思うんですけど、今回はこう自分の目標設定の方法、指標、便利な指標を紹介したいと思ってます。でそれが FFMI っていう指標ですね。 BMI だったら多分多くの方が聞いたことあると思うんですけど、 FFMI っていうのもあります。で、BMI は自分の体重を身長の2乗で割ることで得られる値。私だったら今体重が73キロなので、これを身長で2回割ってあげます。今の私の BMI は 20.6 っていうことですね。日本は BMI22 を推奨してるんですよ。で BMI22 って俺体重で言うと 何キロだろうっていうのをこう逆算することもできるわけです。 22× 身長を2回かけると、そうすると体重77、なんかめっちゃいい感じの数字ですけど、体重 77.7 キロで一番ご長寿のゾーンに入ることができるとされてるんですけど、この値って私あと4キロで達成できちゃうんですよ。さっき見てもらいましたけど、まだこの辺とか全然あと4キロじゃ到底まだ消えそうにないあばらが普通に出てまして、 BMI22 って正しいのかなっていうのはずっと思ってたんですね。でそんな時に、最近ちょっとツタヤでこの本見つけてこう読んでみたんですね。あなたが知ってる健康常識では早死にするっていう、あの有名ながん治療のお医者さんが書かれた本なんですけど、ここに BMI は間違ってるっていう主張があって、あのこの方曰く BMI は26ぐらいが一番ご長寿できる、ご長寿ゾーンに入るっていう考えをお持ちの方で、26はちょっと言い過ぎかもしれませんけど、22が低すぎるっていうデータを示す根拠というか論文はいくつもありました。だから BMI がちょっと信用できないなと思ったんですね。これからフィットネスして増量してやるっていう方にとって BMI はどこ目指したらいいかちょっとよく分かんない指標だなと思ったんですよ。 FFMI は自分の体重の女子棒体重っていうのを身長の2乗で割る。自分が今73キロなんで、で体脂肪率17なんで、かける
0.83 をしてあげることで女子棒体重を得ることができます。でこれを割る身長2回 1.88 割る 1.88、 これで自分の FFMI を計算することができます。私だったら 17.1 ということです。 FFMI のいいところは、自分が身にまとう筋肉量の限界値を知ることができるっていうことなんですよ。ボディービルの大会とかで優勝したり、優勝しなくても決勝まで行くようなもうバッキバキの人、もうムッキムキでもう凄まじいことに、なんかグラップラー状態の人は BMI が25なんですよ。25を超えれる人って人間ではいないんですよね。超えれないんですよ。それ以上筋肉ってつけられないんですよ。だからバキみたいにはなれないってことです。だからそれを逆算していくと自分が目指せるマックス体重が出せるんですよ。で25っていうのはちょっともう現実的じゃないんで、検索してもらえれば出ますけど、ボディービル大会の優勝者とかの写真を見てもらえば分かりますけど、一個人からしてみる、言わせてもらえば、ちょっと健康の領域を超えて、趣味も超えて、なんかもう違う、完全に違う価値観の世界の方々なんで、まあ、22くらいでいいんじゃないかなと思ってまして、22で、逆算すると女子棒体重でですよ、女子棒体重で体重 77.7 まで筋肉がつけることができる体だっていうのが分かるんです。さらにここに体脂肪が乗るんで、今と同じ体脂肪17だとしたら割る 0.83 で、私はこの体で93キロまで増量することができるっていうのが分かるのが FFMI のいいところなんです。ガリガリスタートの人ってこう、もう私がそうだったから分かるんですけど、めちゃめちゃ負のオーラがあって、ガリガリすぎるから多分ついても10キロ増ぐらいだろうなって勝手に思い込むんですけど、そんなことなくて、 FFMI が証明しているように自分の限界値までだったらどこまでもいけるんですよ。限界値を超えることは何人にもできないんですけど、限界値までだったらいけるんですよ。だからボディビルダーになりたいんだっていう方は FFMI25 で計算したらいいですよ。ただ自分みたいにちょっとムキムキぐらいだったら22で計算する。ガリガリとか関係なくここまでいけるもんなんだなっていう元気が出ますし、まあ一応やってみっかみたいな気分にもなれますんで、FFMI は非常におすすめです。